1998年の西武ライオンズでは、1998年における西武ライオンズの動向をまとめる。この年の西武ライオンズは、東を治む監督の4年目のシーズンであり、2年連続18度目のリーグ優勝を果たしたシーズンである。このシーズンは、西武ライオンズ球場のドーム化作業中に行われたシーズンであり、観客席の上部のミステンレスの金属屋根がある。 状態で行われた。5月以降は、ビッグバン打線を要する日本ハムが独走し、西武は5割前後を行ったり来たりする状態であったため、7月には、首位日本ハムに10ゲーム差となり、2連覇を絶望しされるような差が開いた。しかし8月に入ると、日本ハムが大失速し、9月には西武日本ハム、近鉄、大英の4チームの大混戦となった。 大混戦の中で9月10月に貯金2を2ヶ月連続で堅実に重ねた西部が最終的に抜け出しパリーグに連覇を果たした。日本シリーズでは38年ぶりにセリーグを制覇した横浜ベイスターズに2勝4敗で敗れ日本一を逃した。色付きは規定投球回数以上の選手色付きは規定打席以上の選手本節では 毎シーズン終了後から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。入団対談、ありがとうございます。